私は今年の夏にすね毛を剃りました、はあはあ、というのもハーフパンツからすね毛が見えるとダメみたいな記事を目にしたので、えいやと綺麗に剃ってみました、うん、するとどうでしょう、なんとすがすがしいことか、これからは定期的にお手入れしようと思います。おお、これはどうなんですか、結構多いじゃないですか今、私はねすね毛剃ってないんですよ。レンゲさんの話？あ、そうそうそう。ええ、あれそうじゃなくて？レンゲさんが見てどう思うのかっていう質問なの。私すね毛剃ってないんですよっていう情報が来るとは思ってなかった。なんかどうでしょうっていうことだから。違う違う違う、聞こえてないじゃん。違って？僕はレンゲさんすね毛剃ってるってことじゃなくて。あ、そうかそうか。違う違う、これはレンゲさんから見てどうなのって。でもちょっともう一回、ね、今もうやめます。レンゲさんがすね毛剃ってない話。私はすね毛剃ってないし、腕もそのままだし、脇もそのままの時はそのまま。え、はい、どうして、え、なんかいや、その脱毛でこの自分のこう体表になんかこう金をかけなきゃいけないみたいのがマジでムカつく嘘でも快適なんじゃない、いやいや、なんか快適な、その選べる方がいいかなと思って、自分でふわふわしてる時とツルツルの時と選びたいんです、私は。今はあのシーズン、はい、夏だったりするじゃない、ノースリーブとか着たりする時とかさ、はいはいはい、とかは、うん、自分が気になる出先とか、その、うん、剃りたいなっていう時は剃るんですけど、うん、そうじゃない時は全然。冬とかは全然そのほら見えないじゃない。冬とかはもうありのまあまあのじゃないの、はい、歌わせないよそんなそうですね。